画家千住先生美術評論家伊藤淳二先生にご登壇いただきたいと思いますそれではどうぞ<手>千住博先生と伊藤淳二先生に今日は90分ご対談いただきますどうぞよろしくお願いいたします えといきなり質問から始めさせていただきますあの伊藤淳二先生は私どもの美術館の運営委員ともしていただきまして、まあ、近代美術館時代からよく来ていただいているんですけれども、えー、千住博先生は実はお話をこの展覧会、えー、千住博士展をずっと温めてきまして実は来ていただくのは 今月になってから初めてだったということでまず展覧会ではなくこの何でしょう内藤博さんが設計した富山県美術館について何かお気持ちがもしもあれば教えていただきたいと思いいいいままますすすでございます今日はどうぞよろししくお願いいたします、えー、まあ富山は前のね美術館の時は私は講演もありましたしでまたあの伊藤先生が前あの富,山富山大学の教授をされていた時期今は東京芸大の教授をされていますけど。 その時にも対談をいたしましてまたコレクターの方も多くいらっしゃるということで富山という町は私は個人的にはとても親しい気持ちを持っています。でこの美術館設計の段階から図面から見ていましてやっぱりとても内藤さんらしいなんというかなこの木の優しい温かみみたいなものも逆に感じる。 あのとてもこう何て言うんでしょう同じ木を使っても例えば熊健吾さんのように非常にあのものの原点を探っていくようなねそういうあの木の使い方もありますけれども内藤さんのこの建築のや優しさっていうんですかねそれもあのこう丁寧にこう。 手を入れててててきちんとと仕上げた感じっていうののはとても日本の良さが出ているなんかそういうデザインの良さと工芸の良さとなんかその空間造形のなんかいかにも内藤さんらしいかなと思うんですよ。そのまあ、建築っていろいろありますけれども内藤さんの他の建築もそう思いますけれどもやっぱ本来の建築のなんかこう持っているあの空人が使う空間の人第一に考えてる感じが。 とても感じられましたねそれであのとにかくこうガラスもとても、えー、効果的にうまく使ってますしあの僕はとてもいい美術館だと思いますけれどもありがとうございます、えー、ガラス美術館の名誉館長としての,あの伊藤先生からはあのこのよの建物に対していかがかなと一言いただければ <laughs> あの、えー、ガラス美術館の名誉館長もやっております伊藤淳二と申します えー、富山はもう本当に第二のふるさと以上のもので、えーえーまあ、遠く回れば、えー、富山が好きになった理由は千住博さんの絵にあるといっても過言じゃないんですけども、あのー、内藤さんの建築というのは僕も本当に古くから知っていてなぜかというとあの西部、まあ、セゾングループを率いてた堤誠二さんの財団の理事を若い時からやらせていただいて。 そう伊勢島にあの海の博物館というのを作られた時にすごく堤さんがそうですあのサポートされてそれで私たちも見に行った時に感動しまして、えー、そのあと美術館博物館自体が船の形をしてそこに船が展示してあってしかも実寸の船でというようなとんでもない建築で。 えー、それはもう本当に概念を超えるようなまたあの風景とも合致して素晴らしいで木のそれこそ木の,あの魅力っていうのは存分に発揮されただったんですけど、まあ、この美術館を作られる時にあの一説によれば内藤先生は隈、えー、君に後,後輩の隈君に本当の木の使い方っていうのを見せてやると。 いうような <laughs> <laughs> あの,あの意気込みで作られたと言って聞いておりますが初めてここに寄せていただいたときに、えー、池山館長に案内していただいてまあ、その時き高階修理先生も一緒に来ていただいたんじゃなかったかと思うんですが本当にその材質の組み合わせとかまた一つ一つの品質の高さとかそれはあのー、まあ、ガラス美術館と全く違う、えー、どちらかというと こう隠し隠しではあるけどその和の木造建築の真髄みたいなところもその材質の選び方から空間の取り方というところがあってそれは本当に感動しましたしもともと素晴らしい美術館で素晴らしいコレクションを持ってらっしゃって僕はこの運営会議でずっと10年間居続けてると思いますもう日本を代表するコレクションをお持ちのえそこでこの日本を代表するというか。 まあ本当にあのその頂点に立ちながらまた新しい世界を開拓している千住博さんのまあ長い友人でもありますがえー展覧会が開催されるそれほど嬉しいことはありません、はい、ありがとうございますお褒めの言葉をいただいて本当に恐縮でございます、えー、そうですね今回の展覧会のお話ももちろん伺いたいんですけども私どもとしましては1995年のベネチア・ビエンナーレ 先生たちはどのように出会って、先住先生のザ・フォールはどのようにして世界に発信されてたか、それをぜひお聞かせいただきたいなと思います。伊藤先生からぜひお願いいたします。そうですね。あの、えー、1995年の第47回ベネチアビエンナーレ、えー。それはベネチアビエンナーレでも100周年を記念するまあ最も大きな、えー、イベントだったんですけども。 まあそこで、千住さんに出ていただいたことというのが懸伝されますけども僕は別に特別なことをしたわけじゃなくていいと思ったものを <laughs> あ,の、えー、あまり人の話とは信じないタイプでただ、ちょっとやんちゃなまあ今でもやんちゃですけど昔もやんちゃだったんであの <laughs> その僕は現代美術の中にという自由な私がフランスに長いこといて体験した 本当に自由である何,何の見方からも自由であるって素晴らしい領域の中にその同時的に構築されつつある常識っていうのをが嫌なんですよ。で何か価値を見出すときに何か価値を固定して領域を固定してその見方を固定して、えー、非常にそのステロタイプな見方をするのが嫌でなんかこう。 指名コンペだったんですけど23人ぐらいの、まあ、キュレーター23人ぐらい選ばれてそれぞれアイディアを出すんですけどそれを選ぶ審査員たちがびっくりしているようなことをしてあげようと思って日本人が一番びっくりする特に現代美術をやっている人たちが一番びっくりするのは何なのかと思ってそれは現代美術の中に救うナショナリティの問題いわゆる地域性のローカリティの問題ですねいわばローカリティ結局日本が生み出しているものは日本の美術であって 国際美術という一唐揚げの言い方をするとものじゃないということを表現するそこでまあ何人かの候補を頭の中でえ考えたんですけどその中でそのその頃お茶の改革運動もやってましてサビエというあの浦千家の泉というもう亡くなった総長と一緒にやってた。たそのお茶の概念にすごく惹かれてですねそのお茶は 紅茶席を作るときにいろんな時代のいろんもしくはいろんな国のいろんな文化のものが一つの席を作っていくじゃないですか。ということは多様性なんですよね。で、現実も多様なんですよ。ただ一つの見方によって成り立つ現実っていうのはないはずなんです。で、そのときにあのその日本独特の考え方、えー、というもので考えれば、今日本にある現在の私が見る最先端で 最高のものを一つにまとめられないかなしかも同年代の人たちでまとめられないかっていうときにどうしてもその23年前に出会ったんですよね千住さんので先生もぜひマイク持っていただいて大丈夫です <laughs> <の>持ってますよあの私じゃなくて皆さんにお話ししていただきたい。<あは> <laughs> それで あったのは、えーまあ、いろんな経緯があって,あって初めてそのポルトフォーリオを拝見してもうねす素晴らしいんですよでその頃は滝の絵描いてなくて今ある岩の卒、えっと、業制作まで見せてもらいましたかねでニューヨークに見に行きましてで、ニューヨークで今ここに飾ってある屏風でしたよね いやね何が素晴らしいというのは東洋画と日本画の違い日本,画って日本画って東洋、まあ、中国の技術を元にしているから東洋画と同じだという人もいますけどももしくは日本画は岩絵の具だとじゃあ今,今日本画家たちが使っているアクリルで描いてものはどうなんだといういろんなことが考えられるけども。 千祖さんの絵はそんなもの関係なくて日本画だったんですよ。それは本人に聞くのが一番いいんですけどなぜならその空間の把握っていうか今日もあそこの「光が変わる」「インスタが OK になってる」「あそこで拝見しましたけど結局光も動く光が動くと風景も風が吹けば風景も動くその動く中での一瞬間っていう瞬間の芸術空間の価値観っていうか。 そういうものがそしてそのためには真ん中に対象を置くのではなくてその真ん中はその全的に言えば無でなければいけないんですね。で彼のように共通しているのはどんな絵を描いてもそれに共通しているところがそれがねあのそ,のそ,のそれによってそのベネチア・ベィナーレの,その僕だけじゃなくて例えば熊健吾も、えー、日比野和彦も。 えー、川口翁一郎も最財銀もみんな動いていったんだと思うんですよ全てが千住さんの絵が入ることによって動いていったでしかも僕が選んだのは実はその先生の,あの千住先生の滝の絵を見る前に岩の、まあ、フラットウォーターをご覧になってこうベネチアに 思ったのになんで千住先生はそこで滝に変えたいって言っても伊藤先生的には OK だったんでしょうか、まあ、何も問題ないと。あんまりちゃんとしてないからそ <laughs> ん <laughs> なことないんですけどあの手紙と写真を頂い,いたんですよあれはどこからでしたっけねの、えー、こういう絵を描いたと描いてみたということで2枚の写真が入ってたと思うんですけどそれが。 圧倒的に素晴らしかったんですよねそれが初めて描かれたその滝の絵ででその時にベネチアの日本館の先住先生にってもの絵を配しようと思った壁面一体に描いてもらうといいんじゃないかと思いまして本当にもうあの日本画の無知で、えー、申し訳なかったんですけど 15m×3.5m で。 この絵を描けますかという話をしたんでしたよねそうです <laughs> その時どうでしたか印象は <laughs> ふざけんなよと僕たちが普段のね話をしちゃうとこ,ここで人前で話せない話ばっかりみたいな世に話していただいても大丈夫ですか。あの,いい <laughs> あの世界で最も僕が信頼している美術評論家の伊藤潤二さんに 作品を選んでもらえたということがから僕の人生はどういうんでしょうね始まりましたあの伊藤さんに言われて一番僕は嬉しいと思ったのはいや千手さんは全近代人だからねとかね <laughs> 千手さんあの氷河期氷河期の旧石人だからねって言っていただいたことがあって僕こんなに嬉しい褒め言葉はなかったんですねというのは僕は常々、ね その陽の東西が超える以前のあり方こそ本当の人間の時代だと僕はずっと思ってるわけです大体世界をあのボスポラス海峡の右側を東西洋といってボスポラス海峡のに左側を西洋というという乱暴な2つに分ける分け方なんかで分けられるはずがないと僕は常々思ってるんですね。 だから世界を2つに分けるという考え方はやっぱり無理がありますよ正直言ってだから僕自身はやっぱり世界を西洋とか東洋とかって分けるっていう分け方は実にあの間違った論理だと僕は思っていますでそういう中で僕はやっぱりその洋の東西に分かれる以前こそが本当に長い人間の歴史があったわけです何万年という歴史があったわけですでそこに生み出されたものが本当に価値のあるものであって 洋の東西が分断化された後の芸術というのはその洋の分断を何とかして修復しようとするその役目も果たすことになったつまり芸術というものにそ,そういう役割も,も加わったというふうな意味で非常に罪深いことだと僕は思っているんですね本来芸術というのに洋の東西などは存在しないわけであってあるのはただ一つ未知のものに対して 尊敬ををすするるリスペクトをするそしてそのリスペクトをした未知のものと何とか交信をしたいコミュニケーションをしたいこれが芸術なんですよね。ですですからフラットウォーターといってあの海岸の岩を描いたのもこれは日本の何とかって海を描いたなんてわけではありませんしあのその後の滝もこれは那智の滝だ華厳の滝だといって描いてるわけではありません。そうではなくて えー、この地球というのは上から下に水が重力によって落ちてくる、まあ、例えばね滝のことを言えばねその時に適度な温度があるからそして適度な重,重力が適度だからこそ滝になるんだとそのことに対する感動というのを多分人間は何万年も持っていたはずなんですよ。それが今僕たちが例えばイグアスの滝を見てもナチの滝を見てもあ滝ってすごいなって。 というそかすかな残像のような記憶として僕たちの頭の中にあるものの正体なんだと僕は思っているわけですね。でそういう記憶をつまびらかにしていきたいそれこそが芸術家の仕事だと思って僕はやってるわけです。でそういうことをやりながらそれがある時伊藤先生の目に触れたわけです。であの瞬時に僕がやりたいことをあの伊藤潤二さんはもうあの 見抜いてくださった、う何の説明もなく見抜いてくださったと。や、何の説明もなくというか、何を話したかよくわからないんですけど、の飲んでましたよね、2人ね、本当に忘れたっていの正しいんですこの前の日曜日も、ちょっとバーベキューで、そこに、チームラボ、の猪子んとか、スター横にいて近くにいた。 えー、なんか富山の話をしてたらよ、えー、近くにいた舞子さんという女優さんが私も高岡出身ですと言われてびっくりして世の中近いなと思ったんですけどまあそういう話をいつもしながらたまにこうちゃんとした話もするんです <laughs> で,で,で,でも、その時もさっきもちょっとそ,ういう話そういうモーメントになってなんでその千手さんの,との滝がいいと思ったのかなと思ったのは。 で特にその展覧会に必要なのはあのだったのかなと、月という展覧会、ベネチア・ベネの展覧会に必要だったのかなと思ったのは、結局、多様僕が訴えたかったのは芸術は平和に貢献できるというその信念なんですね、芸術は何のために芸術をやっているか、1つの絵を描くためにやっているのか、1つの彫刻を描くためにやっているのか、そんな小さな目的ではないだろうと思うんですよ。やっぱり芸術でその例えば 今やってるのはその赤ちゃんとお母さんのコミュニケーションを促進させようということもやってますけども芸術という表現,表現の力があればその,その表現というのは心を表現することだからそれは世の中全体を変えるぐらいの力があるだろうと思ってるんですねそのためにはその様々なものが一つになれるという力を見せるつまり芸術という分野で、えー、例えば文化と文化が衝突しても芸術という領域を定めることによってそれを超越した集合ができるただ その集合っていうのは完璧にピュアなものを統計い基本にしてないと意味がないというふうに思うんですよねこの絵がいくらだとかなんだかってことじゃなくて誰に認めるとかじゃなくて。ののの滝の絵っていうのは 本当に粗暴なぐらいピュアだったんですよね。褒めてるんですよ、ね、それ <laughs> 褒めてます褒めてます。そぼうなぐらいピュアでとにかく流しただけのように見えるんだけどその最初のねそのさっき渡辺さんとあの <laughs> 回っててやっぱりその同じような滝でも進化するんだなと。でその、ね、ベネチアン出された時はもっとゴツゴツしてたあのそれこそその時代の。 あれですけどその5分の塊ののの塊中にももすすごくやっっぱピュアなものがあったんですよねだからこそだって今考えてみればそのメンバーっていうのはそれぞれ今はもう超一流ですけど超一流ってことはぶつかることでしょう <laughs> それぞれ <laughs> 難しい連中じゃないですかで隈君にしてもその川口洋一郎にしても、えー、日比野勝彦にしてもが千住さんの。 滝の絵を見た途端にどうやったら千住さんの絵が一番きれいに見えるかっていう配置を中心に考え出したんですよ。それはもう彼の本当に尊敬するところはですね、まあ、あの近くでお世辞行ってもしょうがないんですけどあの絵に対する姿勢っていうのがねこれほどピュアな人見たことない本当に彼が本当にアトリエで1人で描いてる本当その頃から知ってますから本当にその姿勢っていうのは変わらない。 だから、ののベネチアの今軽井沢で見ることができるんですか今ね軽井沢にあの除雪してますね今私長崎県美術館を作った時に創設して館長やって建築また熊健吾だったんですけどその同じメンバーですよね、ね。僕たちすいませんねそれであの海の前の美術館なんで運河も流れてるんで,で熊ちゃんとええー また水の前だねとかって言いながらそ,れでそこにどうしてもその千住さんのえベネチアの滝の絵が欲しくなってえその頃は預かってらっしゃった画廊さんにえ美術館が買いたいというオファーを出したら断られたんですよね <laughs>。そ,<れで笑>それで買わなかったんですけどすいもというのは日本でぜひ見せ,見せたい。やっぱりその やっぱりそ,それは実際どういうふうに書いたのか僕よくわからないんですが先生その時はやっぱり滝を見て何て言うんでしょうかね滝を見て感動するというのはあの多分ですね人間だけじゃなくて動物でも昆虫でもみんな滝というものに対しては興味を示すだろうなと僕は いつも思うわけですなぜかっていうと水という本能的に全ての生命にとって不可欠なものがずっと動いてるわけですよね。だから例えば那智の滝なども私は見てまず最初に何が何を驚いたかっていうと水がブワーッと上から下になんかこう水道管破裂したみたいになってブワーっと水が流れ続けてるんですよね。やっぱこれはその 美しいとか綺麗とかということを超えてなんかもっと根源的なものを僕は滝を見るために感じますねでそれを何とか描きたいと思うわけですねそうするとそ単純にこうコツコツこう写真を撮ってこう描写したってその肝心の動いてる感じが出ないとそれで僕としてはやっぱ上から下に絵の具を流すしかないということで流してみたらあの と,とにかく水が流れてるという迫力が出たんですねでそれと同時に滝ってだそうすると滝というのは上から下に液体が流れてることを滝って言いますよねだってこれはやっぱり絵の具による滝なんだと滝を再現したりしてることじゃなくて滝そのものなんだだから絵画っていうのはずっと何かのイリュージョンであったんですよそこまでは。 しかしこれは絵画がイリュージョンではなくてそのものなんですよね。あの例えばセザンヌなんかにリンゴを描こうと思って限りなくリンゴに近づこうと思ったらでもそれはリンゴの絵なんですねリンゴじゃないんですね。でもあの例えばそのということですけども僕の滝の場合っていうのはこれは絵の具による滝なんですよね。だからイリュージョンであった絵画っていうものがイリュージョンじゃなくてそのものという。 ことに僕自身とてもあの面白いなと思いましたですからひたすら上から下に流すとそうすると画面はもちろん考えるまでもなく真っ白になってしまうわけですでそこでもう一回黒を塗り直してで綺麗な形いい形美しい形そう思ったところだけ残してあとは全部塗りまたその黒色を塗ってまた流し直すと。 いうやり方をそういうプロセスをずっとやるんですね。で、あのすす優れた世界の芸術というものは音楽であろうが何だろうがプロセスを見せるものなんですよ。芸術というのはプロセスを見せるものなんです。例えば音楽っていうのは僕たちが聞いているときに実はプロセスを聞いているんです。ですよね。で小説っていうのはプロセスを体験していっていることなんです。 で、優れた絵画っていうのも全てプロセスが見えるかどうかなんですよね。で、僕はずっと思ってたもんで、そのプロセスが見えないものは何かって言ったらこれ工業製品なんですよ。だから日本の日本画と言われるものの、巨匠たちっての本当に工業製品みたいなものばっかりで絵画ではないんですね。なぜかってプロセスが見えないんですよ。でもそれは僕の考えてる。そして世間が言ってる芸術というものとは違うものなんですね。 銀座の一流の日本画の画廊に並んでる絵というのはあれ全部工業製品の完成度なんですで僕はそれはそういう絵は描きたくない僕はね僕はプロセスの見えるものが描きたいとずっと思っていたんですでそういう中において滝というのはまさにその僕の作品というのはプロセスそのものなんですよ上から下に絵の具を流すそれが絵の具だからたまたまそこで乾燥すると白い色になるわけですねでまたエアブラシを使う またはこう植物にあの水をやる霧吹きで絵の具を吹きつけるそのプロセスが全部見えるということが芸術にはとても大切なことだと思うんですよいやなんかこう話してるともう20年も前のことですからねでその間に2人ともいろんな仕事してまた先住さんとその後もニューヨークでニューエーイ・オブ・ティーという大きな展なんかやって今あのロッキフェラザー財団の2つの美術館使ってやって全面あの大徳寺に書かれた。 えー、絵でで空間を作っていただいたたただりしたんですけどその20年前のことを今話してて思い出してそのプロセスをどういうふうに見せるかとかそのプロセスである展覧会はどうなのかっていうのは話してたんですけど、あのー、一番その中で思い出深いのはその熊さんが、えー、水を張った展覧会にしようとその水面に全部が映ってその全部が映り込んでそれがその多様性としてこう。 えー、一つになれるんだと、えー、それでみんなで水の深さも計算して <laughs> やったんですけどその防水をしなきゃいけない2階,2階建てになってて防水そのしかもその上だったんで防水が工事が下手くそでやり直し2回ぐらいやり直しになってで,でその2回目ぐらいの時に。 その防水、ったらそのタールでこう防水するんですけど、それがもう火がこうつくぐらい燃え,て燃えてるようなタールでやるんですけど、それが飛んで千住さんの絵についちゃったんですよ。それで,で、千住さんがあの手でそれを取って、燃えてんのに、取って、そのままもうなんか病院に運ばれてったんですよね。 で病院に運ばれてってその上にタオルついてるんですよで,でその次の日みんなで集まってあその日かなその日かなとにかくみんなで集まって人が怪我してまでや,やっていい点なんかはないだろうだから人が怪我してもうまでやることはないからみんなもう日本に帰ろうって言ったら帰ってきたんですで帰ってきて、えー、このためにみんな頑張ってるんだから 今やめたらもとくもないととにかくやりましょうと言って包帯ぐるぐる巻いてるんですよでみんなもう一回まあじゃあやろうっていう話になってそれを修復するってなって,てその時にそのアカデミア・でブレラっていうミラノに有名なあの美術館がまあ、まあ、イタリア最高の美術学校と美術館があるんですけどそこの修復スタッフをイタリア政府が特別に派遣してくれてそれを修復すると言い出したんです自分たちの責任でもあるから。 そしたら彼が、千住さんが自分でやりますと、自分でやりますと、え、でもその右手だけでできるのっていう話をしたら、そしたら、日比野君が僕手伝いますって言って、今や大変な2 <laughs> 人が、しかも千住さんが日本から持ってきたニカは腐れてて臭いし。<laughs> <laughs> 二 <laughs> 人が腹ばいになりながらこう修復してでその前に行ったことがすごくなんかその時湾岸戦争があって皆さん湾岸戦争とかサリンの事件とかいろいろあって世の中に自分はこの絵にこうとにかく全人生を描けたとでそのものすごく純粋な気持ちで描いたと。 でもこの世の中ってのはあのガンガン戦争の時にオイルまみれになったあの水鳥みたいにピュアなものは存在できないのかと思ったけどけど僕はそのえこの日本が作った和紙というものの素晴らしさを信じてるとだからこれはタオルを剥がしても絶対破れてないはずだ少しでも巣が入るとピッと行きますからそれで二人で何時間ぐらいかけましたっけ うーんもう徹夜徹夜でしたよねだって開会「カイカイベルニサージュ」っていう師匠の,の選考の数日前ですよね2日前とかですよ丸2日ぐらいあ徹夜であの日比野が手伝ってくれて全体で 1, 1か月半ぐらい工事してるんですよしかもなんかとんでもないことやってるって日本間それで有名になっちゃってでしかもその えお茶をテーマにしてる日本画を入れてるそのしかもなんかえ建築家も入れてるなんかみんな若いっていうんで日本ですごい叩かれてたんでそれだけで言っても話題になってよかったんですけど「小野陽子は来るはダイアナ妃も来ましたね」でみんなねそれでそれで出来上がったら大丈夫だったそれで今ある作品ができたんですけど。 本当にその？プロセスがプロセスが展覧会でしたね。<laughs> ある意味な,なんかあのだけど、その後生産にあの今日つくづく展覧会を見てですね。あやっぱすごいなと思ったのは本当にすごい絵を。皆さん、富山県立美術館で見ることができてると思うんですよ。なんか押し付けじゃないですけど、じゃ本当にね。 なぜかというとね、今日うの高野山の絵を見て、あの一つのこう表現の中に、これだけ、コンテンツというと非常に軽い考えがあるんですけど、一つの絵の中の中で、これだけ歴史を経ることができるんだと思いましたあの、最初のそのベニスの絵からこの絵まで、どちらがいいというじゃなくて、その 画業の中の全ての思いを固定された表現の中にそれは例えば名案、えー、だったりします画材の違いだったりしますしかもその伸ばし方の違いだったりしますそういうのはね、あのー、ちょうど息子さんがのひかるさんがけん研究されてるっていうコンピューターの世界では、えー、私京都大学と一緒に、えー、今 AI 時代の日本の伝統をどう伝えるかという研究会やってるんですけど その超高速スローモーションで、えー、絵の具の伸び方の違いが分かったりするんですだけどそれは超高速スローモーションってコンピュータレーズしないと分かんないものをががってどうしてこんな本能的に分かるんだろうというようなものを変えてるだからそのこの展覧会で見るあの絵を見ると千住博の 歴史をまあなんかみんなそこから見れるような気がしたんですけど間違ってますかあの僕が思うにはですね美術っていうのは前もこれ伊藤先生と富山大学でお話しした時もそういう話しましたけど美術っていうのはやっぱりあの結局見えないものを見えるようにすることであってでそれもあるあの不確かながら直感に基づいてそのゴールを目指した中で見えないものが見えるようになっていくっていうプロセスがあるわけですよね。 でそういうい毎日を生きてるとですねやっぱりその中で日々のちょっとしたことも全部形になって現れるものなんですよで絵描きっていうのは私そうでなきゃいけないと僕は思うんですねどんな喜びも悲しみも必ず形になって画面に現れてるんですよだから今伊藤先生がおっしゃっていただいたことは僕なりには僕の全人生っていうのはやっぱあの絵に出てるんですよ60年かかって。 描いたののが小江さんの絵なわけけですけど僕の60年の人生があるんでよくこの絵描いたの何年かかりましたかって言われるけど60年かかったんですよその僕が生まれてそして画家になりたいと思って岩絵の具と出会ってそしていろいろあって滝に出会ってまたは崖に出会っていろんな色を試行錯誤しながらでもこの色がいいと思ったっていうその全てが画面に載ってるのが本当の表現なんだと僕は思うんですよね。 だそこまでやっぱり見ていただけてるんだなと思うととても嬉しいですいやなんか、えー、本当にその例えば時代とか例えば長崎県美術館オープンするときにうち、えー、に14世紀からの、えー、まあその時は見捨てられてたスペインビ術のコレクションがあってでそれをプラド美術館と一緒に再検証して今スマコレクションとして有名になったんですけども。 でなんで伊藤さん館長やってるのに現代美術やらないんですかって言われたんですけどあの時間は関係ないんですっていう話をして今の,人が今の人を感動させることができればそれは現代美術なんです。現代の人が感動してててるかかどうかっていうっっい話であって そう絵が描かれた年代で、えー、区切ってたらしょうもないですよねだから千住さんの絵を千住さんは古代人だと言ったのは <laughs> <laughs> どの時代に描かれた絵かわからないような絵を描くとそのそれで狙いですよ <laughs> だからね完成したと同時にこれとんでもない昔からあるんじゃないかと思われるのが襖絵の僕が一番の完成だと思ってたんですね、うん いいつっったんでですすかって、ええ、昨日ですよっていうねそそう、そこがやっぱりね例えばこれは他のお寺のお住まいもいろいろやりましたけれどもなんかそこで違和感がないということ一番自然なものつまりどういうんでしょうかここにこれがあるべきであったし今までなかったのはなぜだろうとでそれを例えば今までこういうものが何でなかったんだろうしかしそれは生まれることによってそれは多くの人がそれを あのすごい自然に受け入れることができるそ,それを想像っていうんですねでその想像っていうのは何かっていうと実は観察から生まれるんですねよく想像力を磨くのはどうしたらいいですかって言われるとこれはね徹底的な観察なんです徹底的な観察をすることによって何が足りないかが分かるんですねだから想像力を生むためには一番大切なものは観察なんですでもそういうことで言うと僕の,僕の場合っていうのはもういろんな昔からのものを見ていて その中で今何が足りないかと言われた時に必ずしもそれはびっくりするようなショックやセンセーションを与えるものが足りないのではなくて一番普通のものが欠けているっていうのが意外とどの時代も文化の僕は大きな特徴だと思ってるんですつまりどの時代も文化って割とそのドーナツ化現象してというかですねだから僕の場合っていうのはやっぱ海外においても,もう最もその意味で言ったら基本中の基本 にたどり着きたいといとつも思っているしどの時代においてもね周辺をやる人たちっていうのはこれはねある意味っ簡単なんですね人をびっくりさせたり驚かせたりショックやセンセーション、まあ、現代アートってみんなそんなもんですよはっきり言ってでそんなことが人を本当に救うのか本当に火事や地震があった時にたった一つだけ何か持って逃げるっていう時に持って逃げたのが例えばパウル・クレイでありそして えー、誰誰誰,誰というヨーロッパの絵画だったんですねじゃあ今その時に半分冗談みたいなギャグみたいな現代アートを本当に持って逃げるのかと、まあ、そんなふうなことも僕は思うんですよこれだけあの災害震災とかいろんなことに今の日本っていうものはあのこういろんなことを直面してるじゃないですかそういう時に今一番足りないものは何かというと実はドーナツの真ん中が足りてないんですね。 今の時代も僕はそうだと思ってますだからそこに一番前からあった一番自然にあったできることならば9世紀時代からこれあったよなと思われるぐらいのものが本当は人間の長い文化の歴史芸術の歴史を考えた時につまり陽の東西が分かれる以前からの人間の何万年という歴史を考えた時にそして現代アートとかそういうふうな最近のもう本当のそのなんか流行りということをもう もうひっくるめた中で何が一番必要かということは僕は絶えず考えてますよ。いや、全く同感ですね、本当にあの、えー、僕も芸大に行って、えー、富山から行ったわけですけど、最初の3年間、何やってたかというと、復興庁の仕事でずっと、あの東北通いをやってました、で、毎週なんか行ってたもんだから。 えみんなから別の家族が向こうにいるんじゃないかとか言われましたけど <laughs> <laughs> そんなことはなくて通わないと <laughs> 信じてもらえないんですよねだけど僕はえ実は水とは最も関係が深いと思うのはえ 3, 歳の時に3歳にならない時に諫早大水害っていうのがあって町が全部流れちゃって3年ぐらいあの親と離れて暮らしてたんで水の怖さっていうのが分かってるしその水がもも持ち去っていく風景っていうのがあって でだからその東北に行ってそれはね子どもの時に被災すると小学校高学年ぐらいになってようやく何があったかが分かり中学校になってそれにとらわれてる自分が分かりでずっと死ぬってこと自体がこう。 頭のすよ。で、その東北に行ってまず心の復興をしなきゃいけないということで,でやったのはあの被災地の,あの風景いわゆる壊れた風景を映すんじゃなくてその前にあった町の生活している人たちが撮った動画を アーカイブを作ることだったんですでその司祭っていうのは一時的なものだからそれはしかしその町の文化っていうのはそこにずっとそれこそ人間が生まれてからずっとつながってるものとそれが行き着いた形を残してないとその人たちが町をまた作るる時にその人たちのなじめる風景にならないからと思ったんですよね。でそしてもう一つは千住さんのの後輩の学生たちに 芸術というものはじゃ何を求めるものなのかということを知ってほしい。で,で,で彼らにスケッチをさせてそれを老人ホームを回って、えー、認知症になっている老人たちにそれについて話してもらうと「ああそこの蕎麦屋さん知ってる」とか「そこない知ってる」とその,その昔の映像をもとに書いてもらっているスケッチだから昔が再現されているんですよそうするとものすごく喜ぶ。 て日常にも効くということで、えーま、今頃ようやく評価されてますけども千住さんの話はもっとすごくて、まあ、そういうことにすごくもっとその前から芸術とは何かということを探してるんですねその芸術って一体何だろうということなんですよねそのその例えばこの前も高岡市で、えーまあ、芸大を説得して 法理事の釈迦像を完全復元するクローン文化財の最初の立体を作る時に高岡市でやらせてもらいましたけどもまあそのそういうその何て言うんですかねそれもですね結局どういうところに意味があるかっていうとその芸術の本質って何なんだろうということなんですけどもそれを地方創生ということで評価されて。 日経フォーラムでこの前話したときにベンチャーの人たちがいっぱいいる成功したベンチャーの人何百人いるわけですねで講演しろって言われて皆さん何のためにお金を儲けてるんですかって言って <laughs> お金を儲けることが動機でも構いませんとでそれで有名になっても構いませんき、まあ、綺麗な人奥さんに迎えてもいいでしょうしかしその後何するんですかその後にあるものが本当の ビジネスでであありそしてて芸術るると思っているんですよ先生はなぜかわからないけどまあ多分ご両親の影響とかまた、えー、ご兄弟のしのぎ合いも含めたあと <laughs>、ね、素晴らしい素晴らしい奥さん,んだけど初めからその芸術とは何かっていうことでそれに何かね言い方悪いかもしれないけど重い荷を背負ってるんですよ。 なんかそ,のそれを考えるのが自分だという思いにを背ってるんですよあの常々僕は思ってるんですけどあの元気な人は外行って遊んでればいいんですねこの人たちには芸術必要ないんですねだけどそうじゃない人たちのっていうのはやっぱりいるんですよでそういう人たちのために芸術って存在してるんですねだからもう外行って遊んでたい人は外行って遊んでいてくださいと。 でその人たちには芸術必要ないし、もう必要ないなくていいハッピーな人生ですよ。だから芸術ってそういうことなんですよね。芸術は必要とする人のために存在してるんですね。あのよく戦時先生はあの芸術の女神にほほ微笑まれたというあの指名がご自身にはあるとおっしゃられていますけれども、その微笑まれる条件って何か。 今全然、伊藤先生が、ね、ずっと何か千住先生は昔からこう、ね、定めがあるようにこう芸術神髄をずっと追い求められているとおっしゃられたんですけれどあのですね、芸術の神様って女神なんですよ、ね、女の神様でねな、分かりませんんんよよでででもそんな気がするんでするねあの男じゃないってことが大切なんね。女の人なんです、芸術の神様で女の人ってね大体のことは許してくれるんですよ。 でもね、女の人が絶対許さないことってあるんですよ。で、それをしちゃいけないんですよ。それが芸術家として生きていくってことだと思うね。あの女性でね、なかなか女神っていうのは今あのちょっと私も今からまた絵を見に行って勉強して行こう,ようかなという気持ちになりましたけれども、あの。 そうですねあの今、伊藤先生のお話の中で、まあ、震災のお話も出ましたけれどもあの滝に関してもちろん1995年の作、まあ今回のふすま絵の作全く画風が違っているその20数年の中にも先生の今の60歳の全てが今回の作には込められているというふうにおっしゃっていただいておりますけれども今回の,あの新作のふすま絵の滝についてはどういった。 前とは随分違うこだわり素材についてのこだわりあるいはあの高さも、まあ、1 5ルはないですけれども大変大きなものを収められるそこの心境というものはどういうものだったのか教えていただきたいですそうですねあのそれはそれこそプロセスだったんですねだから今までと同じようにできれば一番いい滝の絵描きたいなぐらいのことは思っていました。 しかし頭の中にはこれはあのお大師様つまりあの空海のお寺であるということはもう非常にこう何て言うでしょうかねそういうことがあるとですねやっぱりそういう,ちもう常にそのことが頭の中にあるとやっぱりそれは一つの,その行動に対してのやっぱある意味で言ったらその勢いをつけてくれる時もあれば何かどうしてもこの 一つ何かちょっとこううまくいかなくなってしまうようなことのなんかこう力を出し切れてないような時ようなことにもつながりがちなぐらいな10月、まあ、になっていくこともあるわけなんですね。で今回その滝の絵を描き始めてで普通だったらばつくはずの絵の具が定着しないんですよね。普通だったら一回こうきちんとと塗ると もう絵の具がピチッと画面に定着すするんですだけれどもこう触るとっと手についてしまうんですねでそれはやっぱり絵の具を溶きながらやっぱり知らず知らずのうちに気持ちに焦りがあったのかもしれないこれは「小林さん今後無事」というともうとてつもない舞台にこれから何千年も飾られる絵であるということが頭の中にある少しのこの人間的な焦りであるとか自分の中に少しある。 まあ少しなんでもんじゃないかもしれませんけどもまあ虚栄心であるとか成功させたいというそういう欲であるとかそういうものが結局全部邪魔してきたんですね。自分の中の中、うん、どう言うんでしょうねね人間的なものが全部裏目に出てったんです、ね、で本来ならきちんと溶けるはずの絵の具が荷皮が薄すぎたり。 つまりきれいに発色させようと思ったからそういう余計なことを考えるからニカを薄くしてみたりつかないわけですよで。またはニカが強すぎることによって今度はまた発色が全然違った鈍い発色になっててしまったりそういう自分の中の,その人間性ということを人間性と言っていいのか分かり人間性にはもちろんいろんな角度があると思いますけれども自分の中でこう成功させたいという気持ちが。 すべて裏面に出ていったどういうのかなでその結果その時に僕はその普通にやるって本当に難しいんだなすごい絵を描いてやろうと思っている気持ちをどうやって自分の中から消していけばいいんだろう。 ましてや高野山のようなところにすごい絵を描きたいと誰もが思うだろうとでもその気持ちがある限り高野山って描けないなと僕は思いましたうんそれが今から考えれば空海弘法大師が僕に与えたものすごく大きな修行だったんだと思うんですね昨日の開会式の時高野山の添田総長はじめ皆様お越しになられまして先生の,あの、まあ、先生の作品を初めて あの皆様ご覧になったんですけれども、あのその政策に向かう態度が、自分たちが日々修行している、お大師様に向けて修行している気持ちと同じだというふうにおっしゃられたんですね。先先生が本当に修行をされているようだと そういういいにおっしゃられていてそのどん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 何でしょう自我がなくなっていくといいますか無になるの人のために尽くすということに集中していくというそういうものがあの滝図に集約されているんだと思うんですけども特にあの中央の大きなあの襖絵の、まあとで皆さんにもまた見ていただきたいんですけどもあの何でしょう間の空き方とかああいうもののリズムっていうのはどういうところを思いながら、まあ、今先生は 自分の顔を抑えるということをおっしゃられたんですけれども、うん、何か重いとか、もう勝手に体が動いてしまうものの中、あの中央の大きな画面があります。床の間なんですが、あのあれ自然にああなってったんですよね。僕がやったんじゃないんですよね。だから僕はあの絵にサイン入れてないんですよ。サイン入れるんならば空海ってサイン入れなきゃいけないんじゃないかと思うぐらい。もうね。お大師様の。 お前こ,ここう書けこう書けそう書いちゃいかんっつってもうそうやってもうなんか自分で書いたって感じがないんですよねだから本当に自分がなくもう本当にあのもう欲も得もなくなりましたねもう本当にはっきり言ってもうそれはもうもうはっきり言いますよもももう欲も得なもなくなりましたあのそういう絵だそうですぜひまた会場でご覧くださいませ。うん あの滝図ともう一方あのそちらの方はいろいろ間に収められるもので茶の間に収められる断崖図あのもみみの方はあれはもみみについては先生は前から2000年代に入ってまあ 作り始められてやっぱり3.11の時がすごく一つのきっかけになったというふうに前お書きになっていたかと思うんですけれども、まあ、確かにね崖はもみ紙にで紙をもんでそこに絵の具を流してという手法を使ってるんですでそれは、えー、今回あの昨日もあの、えー、あの知事にお話をさせていただきましたけれどもこちらの美術館に収蔵ということになった作品そしてもう一点は。 カルジダの千住広志美術館から持ってきたものですがそれはもう思いの通りに紙を揉んでそこにこう思った通りの崖の形が出てもうスペクタクルというかそういうものをそこにこう再現していくということがあったんですねで今回の高野山の崖に関しては全く思った通りにならないんですよただ紙を揉んだだけですねであとはもうとにかくそれを描きながらも 自分の思い通りにしようと思うから駄目なんだと僕は最後思いましたそうじゃなくて髪がなってるものに耳を傾けてその声に耳を傾けてそこに最低限の森を描いてその崖がなりたがっている風景を完成させることだけでしたね最後はだからそういう意味で言ったらあの確かに描き始めてからその その空海が見た風景とかそんなことなんか僕が描けるわけがないのであってということに途中から気がつきました。でそうじゃなくてそうだったらば空海が10代の時に過ごした瀬戸内海そして四国そういうところの,あの風景を描こうということになったんです。でそううなった一番大きいい理由はあの室戸岬のあのの堂というところで空海がが自分の体の中に明星があの 飛び込んできて、その時にまあ、悟るきっかけを開いたというようなことをがまあ、伝えられているところがあるんですね。で、そこに僕は行ってみたんですよ。そうしたらもうどうってことのない普通の風景なんですよね。で、僕はもっともう考えられないような風景だと思って。すごい。ダイナミックな崖だと思って。行ったら普通の崖なんですね。で、そこで。僕は何を思ったか？って言ったら、やっぱり悟れる人ってどこでも悟れるんだな。な とということを僕は思っただから普通本当に普通のところであの空海が悟ったんだなということを僕は魅力ですごい感じましたでその時にあこうすごいこう地球の秘境みたいなものを描こうと思っていたそして自分が「俺が俺がで」でこんな崖を作ってすごいそのなんかこううん、なんかこうねすごいこの光景を 出現させようなどということではなくて、紙を揉んでその問題シワが一番普通に見えるものがきちんと作品となって収まるのであればそれが一番いいだろうなと思いました。でそこでやっぱり僕はいろいろ思ったんです。あの高野山んっていうのはもう本当に世界から世界中から本当にいろんな悩みを抱えていたり、または解決したいことがあったりそういうふうな人たちが集まってくるお寺なんだと。 で先ほどどもも、言いいいましたけども悩みがななな人は絵んんか必要ないんですよ。外行って遊んでればいいんですそうじゃなくて特に高野山というところは本当にいろんなことがあってそれを解決したいと思ってお見えになる方によって全世界の方にとてもま著名なお寺なわけですね世界遺産になってるやっぱりそこにあるべき絵というのはそういうあの超能力で描きましたみたいな絵とかすごい断崖絶壁の絵とかではなくて最も普通の絵が 普通の,そのなんつうんでしょうか光景が一番ふさわしいんじゃないかなと思ったんですそうすることによってその絵がもうその多くの方と同じ側に身を置いて共に悩みあのそその寄り添いそして何かの解決のための何かそういうものに寄り添うことができればそれが本当の芸術の役割であるというその今,今ずっとお話ししている意味において。 やっぱり高野さんこそ最も芸術が求められているまあそういう空間なんだなということを改めて認識したんですよ。芸術とていうのは本当に必要としている人のために必要としている必要とされているものであってまさにそれは例えば高野さんのようなところなんですね。でそこに描くべき絵は何かといったらす全ての人にのバックグラウンドであるような絵がふさわしいと僕は思ったんですね。 そう思った時にあの崖の絵がスッとこう手が入ってて出来上がっていったという、まあ、そんなふうなプロセスがありましたです、ね、あのそうですね今日も実はもう来館者の方に日本の方だけではなくもう外国の方もいらっしゃっていて、まあ、車いすの方とか若い方ももちろんいらっしゃるんですけどあの高野山にもたくさん、まあ、世界各国から来られるように今日の富山の会場でもたくさんの方が先生の絵に何でしょう 言葉にもならないような立ち尽くすような形で皆様会場にいていただいているような気がいたします。えー、そうですね。今先生があのちょうどその2カアがうまくいかない5分が5分があってあの格闘されながら初心に戻るというふうにおっしゃられて、その時にあの画学生だった頃のあの自分の10代20代の頃を思い出したというふうにおっしゃられましたが、あの話が全く変わってしまうんですけれども今。 お二人とも大学であの若いい方を教えてらっしゃると思うんですで、その時にあの先生たちが思っている芸術の意味今先生よくお伝えくださったかと思うんですけどもそれをどういうふうにあの教えてらっしゃるのか何か秘訣のようなものを実際私たちは先生の授業を受けることができないのでその一端でもお聞かせいただければどういうお気持ちでいつも生徒さんたちに向かい合っているのかというのを <laughs> あの先ほど伊藤先生が「あのニュー・ウェイ・オブ・ティー」というねテなんかニューヨークでやった時ちょうど911の後とっていうことがあってで伊藤先生がそれを全部そのコーディネーションというか、まあ、キ,ュレキュレーターキュレーターをされてニューヨークに僕の絵が並んでたわけですねジャパン・ソサイティとアジア・ソサイティです。で、えー、その時にあの 伊藤先生が作った会場っていうのは暗い会場でスポットだけで作品を浮かび上がらせるというそういう、まあまあ、とてもいい世界だったんですねでそこで非常に多くのアメリカ人があのにに床に座ってて作品を見てるんですよね、うん、僕はその時の印象がとても強くってでその時にニューヨークの人たちが会期が終わる時に持ってかないでくれって言ったんですよね どういうふうな言葉で言っていいのかなだけど私たちはこの絵が必要だって言ってくれたんですよねだから日本に持って帰らないでほしいって僕たち言われたんですよね。芸、うん、芸術術っっててそういういことなんですよだから芸術のそうそう教育ってね 作る側はそのことを本当にきちんと自覚しなきゃいけないだから暇つぶしに絵を描いてる人には僕は絵は教えないですね、うん、本当に困ってる人にしか僕は絵は教えないことに決めてますそうですねその先祖さんとは思い出深い展覧会もいくつかあるしその特にそのベネチは大変だったし、あのー、ただそれだけ糧もあったしで ニューヨークの展覧会は、えー、そのお茶の茶の湯というものの素晴らしいこの多様性の許容をする世界っていうんですかね、まあ、それをぜひ、えー、発信したいという中で一緒にやってた田中一行さんそして裏千家の泉総称特に田中一行さんが ニューヨークの現代美術の真ん中にこういうものをぶつけていきたいとでその中に田中一光さんも、えー、この美術館とも大変深い関わりがありますし千住さんの大ファンだったんで、まあ、ちょっと余談を言いますとある日茶会をやるために千住さんの絵を持ってらっしゃったんですけどそれを2つに割って屏風にしたんですよね <laughs>。 それで僕すごい怒っちゃってで「先生そんな権利がそんな権利があると思ってるんですか?」とか言ってすごい先生に言ったら「だって先生さんがいいって言った言ったら先生さんに「いいんですか?」って「んですどうでも」とかっていう話をしてえらい,い人間の幅が広いなと思ったんですけどあのそのニューヨークはその本当にあの今言われたように9.11っていう準備の真ん中でそれがあってですね えー、ロックフェラー財団が持ってる2つの美術館ジャパンソサイティとアジアンソサイティでやるという画期的なものだったんですけど途中で断念しようと思ったんですねその時もでもうだめだとでただ千住さんの絵をですね、まあ、ニューヨークでやっぱりその滝に囲まれた「テッチャオというような空間をえ作りたかったんですよそれでしかも大徳寺に入ると手ががりがでつくから このその絵のままの姿で見せれないんでぜひ見せ三30何,何枚ありましたかねそれが全部その絵なんですね。その,その壁に一瞬一つの隙間もなく全部その絵なんですでそういう空間を、えー、今、えー、東京芸能建築の主任やってる、えー、北川篤さんに、えー、作ってもらったんですけどもその時にあのまあ9.11があって でそしたらあのその時の市長さんからですね手紙をいただいてこういうものは是非今やってほしいとであの時ニューヨークの北のホテルでしたっけね鷲みさんと毎日会ってたけど北のホテル誰も泊まる人がいないから好きに使ってくださいとか言われて <laughs> 1ヶ月ぐらい滞在してたんですけどでその時に学芸員たちが。 もう呆然自してるわけですよ街はまだもう本当に何も動いてなくてそれでもカルチャーショックっていうのはこんなすごいものかと思ったんですよねそれ,それでニューヨークの裏選挙のニューヨーク道場に行って山田先生って素晴らしい先生がもう亡くなりになられたんですけどいらっしゃって禅の話をしてくださいとでお茶を出してもらって禅の話をしたらすごく生き生きとしちゃって全て多様性を見てて。 ちょっと自然と先住さんの絵に向かう姿勢も変わってくるんですよね何か,価値,か価値設定をなくしたとたんすべてが同価値だと思ったとたんひざまずく何かが彼の絵にやっぱ今話をお聞きになって分かったと思うんですけどあるんですよねでさっきの洞窟もですね、えー、すごくその流れの中で思い出したんですけど今聞きながらあのー、その 禅と茶と禅という講演をそのお茶の改革をやっているときにしていたんですけどそれをあるとき国連環境計画から頼まれてえロハスという提言を国連がしたときにニューヨークのグランドハイアットでその会,会場があってそこで講演をしたらなつかつかと中国人の人が寄ってきて。 うちの寺に来てこの話してもらえませんかって言われてその寺が松林寺だったんですよ禅 <laughs> <善>の禅 <laughs> が生まれたっていうお寺で僕が禅を話しに連れに行くのかと思って「いやいやちょっと待ってください」ってでそしたら結局文化大革命で、あのー、もう禅の文化がなくなって茶の湯と禅のく結び方もわからない。 だから話してくれと、少林寺に行ったんですよ。3回も行ったんですよ。で、誰に話すのかと思ったら、お坊さんたちに話すんですよ。禅の坊さんたちに話す。その後ろには、だるま大使が禅の奥義を極めたという崖がそびえてるんですよ、さっき、弘法大使のようなだるま大使が。そしたら、普通の崖だったんですよ、だけ言われは でものすごくこうドラマチックなものを見ると思ってたら全然ドラマチックでもなかったんですよねだけど同じこと思いましたね同じこと同じこと思いましたねそかなんか、うん、ただ存在感があるそれは自然の普通の風景だから、うん、そうなんですつまりね僕は、うん、その時もまた弥勒度のこの崖がすごい崖だとするならば地球上全部がそうなんだと。つまり僕たちは本当に 宝の上に来てるんだとこの地球どこもが悟ることのできる舞台なんだと本当にそのことに気づくということが僕にその崖のスタートを切らせたんですねだから誰もその時思ったのはダルマ大使は何かを発見したんじゃなくて脱ぎ捨てたんだと思いますね自分をね。 全ての常識からでそのためには本当に素の自然が必要だったんじゃないかと思うんですよだから僕らが見たいものっていうのはそういうものじゃないかなと思うんですよ何かこう見せようと思って見せたものじゃなくて自然とできたものでその自然が美しくなるだから僕はその考え方がこの頃はそういう考え方で学校でも教えている講義っていうのは どうしても美術大学の先生いらっしゃったらすみませんけども美術大学の先生はどうしても生徒に対して神様になりたがるというところがあって先生、先生と呼ばれているとあのなんかそういうふうになんか生徒より上になっていなきゃいけないとかいうのがあると思うんですよ、まあ、そうなって学芸員もそういうところありますよね。だだかからら。長崎県あ…あんまりそんんななここことは言わない。いいいいいいやや。ややや。る いいいやいやいや長崎県美術館のときに、まあ、そのこ,こ,のここの学園さん、素晴らしいです長崎県美術館のときにあのじゃないと来てませんからとかあのこの長崎県美術館のときにあ,のなんかあるとき地元の画家の先生たちがやる展覧会がうちであってでそのときにその代表の人方がいらっしゃってありがとうございます、館長とあの今回初めて学園の先生たちが私たちの 展覧会に来てくれましたと言われてものすごく頭にてきたんですよ初めてですかって言って自分たちがやっときながらとんでもないとでなんかこうそういう風潮あるじゃないですかなんかこう、地方のからそういう才能が生まれるわけがないとかだからもうそこの先生たちの集まりに自分が行ってうちの学芸員を二度と先生付けで呼ばないでくれって言ってったんですよねで巣になるってことが彼らの同じ目線に立って その土地に同化してその中でその素晴らしさを抽出する役目が僕たちであって何かその教えてやろうという姿勢はやめた方がいいんじゃないかとまあそういうことで芸大でもですねそういう講義をやってましてあの神様は外にもいっぱいいるんだと神様は外にもいっぱいいるからってって外の今僕が最先端を走ってる人たちそして今 そ,のそういう,こう率直に自分の活動をしている人たちに来てもらって生徒と出会う講義をやっています、その中で社会,社会基盤としての芸術という芸術は社会の基盤になれるんだ水、水や火やそういうものと同じように必要なもの、なぜならば芸術は感動を生むから、感動がない社会なんてあっても一緒だからと思ってやっていますで。こうやって遠回しに さんもたまには後輩にに話をしに来てくれとやっぱりね <laughs> 芸大なんかでやうとやっぱ外で活躍した先生やっぱりもう今回の佐藤拓さんのポスターも素晴らしいですね、うん、渡辺さん功績では本当ポスターの一代の核としてのここの美術館の教授っていうか、うん、あれはあの工房大師の思い出も入ってるすべてが入ってるしすべてにおいて適切なポジションにあるああいうポスター桂馬のポスター もう本当にいいす,すごいいいポスター。<え>さすがですね。すだからその、うん、本当にそういう外に多々佐藤たくさんも芸大の卒業でしょ。外で活躍した人たちの意見をこうその人がどういうふうで今進んでるのかということを聞きたいわけですよ。だから僕はそういうハブになろうというふうに提示している。 だから千住さんにも忙しいだろうけどたまには隙間のような時間を持ってだから行かない富山で美味しいものを食べる時間もあるんだから来てくれとさっきから楽屋でそればっかり言ってるんですよだから直接だって話した方がいい直接僕は千住ひろはというよりは直接本人から聞く方が全然いいじゃないですか,か直接行かないって言ってる、ね、<laughs> いや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 ,いやだから僕もそうやって若い時にそのアーチたちから本当にあのー、例えば、えー 今パリで、えー、大きな開顧展があって今再評,価して、えー、再評価されて素晴らしいあの彫刻家だったセザールの展覧会が大ヒットしていますだけどそのセザールは僕たちが、えー、ベネチア・ビエナーレやった時の隣のフランス間のアーティストだったんですで僕らのことをすごい助けてくれてそういうことを考えればね本当にすごいことだった、うん、アーティストのなんかこうそういうこう アーティストは、ねうん、世界でつながってんだよね世界全然国境なんかないですよ、もう僕も中国人の作家も韓国の人も台湾の人ももう本当に全ての世界の人たちが国としてはいがみ合っていてももう本当に友達なんですよねそれはもう本当に国際的なアートシーンであの活動すればするほど本当に分け隔てしてるものって一体何なんだろう。 本当にあの分からなくなりますよね人間というレベルで言ったらみんな実は友達なんですよでまた友達になりたいわけだしもうアートっていうのはお互いのやっぱ相互理解っていうことも一つの大きな目的でもあるしでそういうことに関わりながらやっぱりこの今の時代の芸術の役割っていうのはやっぱりこう人工的に作られてしまった壁っていうものをいかに打破していくかっていうようなこともあの一番最初も言いましたけれども。 この時代の芸術のとても大切な役割の一つだなということは思うことは非常に多いですよね。でも。あのー。千住さんにはね。またあのー。負荷をかけすぎたりですけど。<え> <laughs> やっぱり。もう。どん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 。海外の人に。この東洋から輸入して、日本で発達したこの日本画の。 そのつながれる要素を本当に世界中とつながれる要素を持つこの日本画というメディアを組織もしくは考え方を広めていくために本当に世界中で今回のような展なんかやってほしいと思いますねあの何語もいらない世界ですよで別に高野山の絵だろうと絵だろうじゃなかなろうと 素晴らしい世界で、本当になんかあの担当された渡辺さんたちが羨ましいですね。いやもう本当にあの学,学芸員としてのなんかこうこの本当にねあのまあ、変な話ガラス美術館の若い学芸員たちに見てんですよ富山県立美術館見らないと。 富山 <laughs> 県立美術館の学園の人たちに学びなさいと言っているんですよね、本当にあの前の美術館からあのこのコレクションをつつ、まあ、この杉野さんもその京都行かれた柳原さんも、でもそしてその杉野さんから相談を受けたとき、さすがだなと思ったのは、この新しい美術館ができて、千住博士の展覧会を最初に持ってくるというのはね、まあ、デザインの展覧会もありましたけど。 本当に、まあ、ある意味強引だったけど、先生さん満足してるでしょはい、ありがとうございます。<laughs> どうですか?。<laughs> いや、どうですか?。いや、それはもちろん、<の>本当にいいとこなんだから。分かってるよ。<laughs> 分かってるよ。だから、だから僕はあの、伊藤先生がこの話聞いて。それ今、五六年前ですよね。あの、で、豊山美術館が改築、改築っていうか、作りな、た、直すから。あの、展覧会やりませんかって、あの、伊藤先生から。 あのお誘いいたただきましたそしてその後と雪山館長がお越しくださいまして、えー、この富山県立近代美術館の最後を飾る展なんかをやるか富山県美術館の最初の展なんかをやるかって言われてもできればできれば新しい美術館でやりたいなと。<laughs> この図面のプランを先生は実は作っていらっしゃいまして前の近代美術館の吹き抜けを覚えていらっしゃるいますでしょうかあのドームのところから大きな卓球がこうな落ちるというのも私は拝見しておりましてただまだ足場しかできていない先生に設計図もお見せしてここにできるはずですというここにできるはずなんで先生のまあ私どもの大切なコレクション作家 あの先生は収蔵作家なのでその現存の収蔵作家第1回目の展覧会をぜひ先生でやりたいと言ってあの館長、副館長、私3人揃って先生のところにお願いに参りましたことが本当に昨日のように思い浮かびますけれどもでいただいたように思います,でいます本当ににをしてたただいたように思います、うん、でもおかげさまでこうやって内藤さんのね素晴らしい建築ともうそもそも伊藤先生が結んでくださった縁でもありますし、うん。うんそう あの、まあ、いろんなことがご縁がつながったし、またこれを機会に。皆さんとはまた会う機会も、あの、お,お目にかかる機会も、と、あの。さらに広がると思いますので。あの、本当に素晴らしいチャンスとご縁をいただいたと思って感謝しています。まあ、今度は、あの、ガラスで作っていただいて。<laughs> ガラス美術館ですね。ただね、本当は、僕、素晴らしいと思うのは。富山県は、本当、文化施設に飛んでて。 それで今度この建て替わりガラス美術館もできてであの知事も市長もあの頑張ってらっしゃってえ運営委員会に知事も出席されるというまあそういうのは本当に大事なんですよね、本当に。いつも思うんですけどあの富山に来るといつも帰ってきたような気がするというか。 みんなが帰ってきたのに一回しか来なかった人も帰ってきたような気がするというそういう土地柄だから千住さんもえ千住さんの奥さんも初めて来たと思えない初めてじゃないって言ってるのだから <laughs> いやいや奥さん奥さんうちの妻はそうだと思いますけども、ね、僕はあのね 先生がと富山大学のね教授をされてるときにも講演に参りました覚えてますかね高岡ですね大丈夫ですかいやいやちゃんとやってもらいました <laughs>、はい、それはね<や>あの<や>それこそ高岡にあの、えー、まあある意味あの <laughs> なんていうんですかね半分なんか最初はなんか、えー、特別講義を一年何回かという話がなんか上気になって。 勤めてみたら5年間やめられないっていう話になって <laughs> それでただその生徒たちがね素晴らしいんですよ <laughs> その頃あの今も活躍してる生徒たちが何人もいますけど本当にその時にあぜひねこう僕が伝える素晴らしいアーチとの話じゃないなってその時も思って僕もやっぱ生の言葉って一番触れるんですよね例えば本当にあの 千住さんは昔から活達で弁が立つし、うん、あのこういう方もアーチトで珍しいけどもけどそのアーチトの作品はどんな翻訳されたってその人の言葉に勝ることはないと僕は思ってますだからたまにその社会的言語じゃない場合があるので,で僕たちはただの翻訳家だと思ってるんですよでで一番面白かのはうちの家内が「 初めて千住博さんと会った時はパーティーだったんですけどあの人誰って言うわけですよ <laughs> いや彼はこの前紹介されたあの絵を日本画をやってる千住博さんというんだって言ったら入ってくる時からオーラがあったわよってありがとうございます <laughs> <laughs> ちなみに奥様はね、小川智子さん。<laughs> あの、入ってくる時からオーラがあったよって言われて。ああ、もう、それは間違いないと思ったんですよね <laughs>。ありがとうございます。いや、でも、どうですか。 ほ本人から直接お話聞くと学芸員もやはりそのすごく高まるというかそういういのはありませんかあのこの学芸日和に尽きると言いますか <laughs> こんなお忙しい先生もちろんですけど両先生お忙しい中富山に来ていただいてもうたくさんの今日外にもたくさんの方が聞いていらっしゃいますけれども本当に。あの 何でしょう作品から発するもの、先生方それぞれの言葉から発するものが、今、どんどん本当に、一滴からバーっと広がって、皆さんの心を潤しているというのが、ひしひしとこう感じられて、本当に嬉しい鍵です、はい、ありがとうございます。私はね、本当にいろんなあの美術評論家との付き合いありますけれども、あの伊藤淳二さんほど絵のわかる人はいないですよ、世の中に、それだけは言っておきたいですね。<laughs> だからこの人に本当に評価されたいって僕はずっと思っていましたし評価されて本当に嬉しいと思っていますお。なんていうんですかね <laughs> 分かったっていうか分かってもいないと思うんですけどね多分その何ていうかその私を通じて私は本当に人生の中で、まあ、先日さんもそうだしその非常にその自分の目を見いだかしていただいた人たちっていうのがいて。 それは高橋さん、修二先生であったりそのこの美術館とも関係の深い大岡誠先生であったり、あのー、それこそ堤誠二さんだったり田中一光さんだったりするんですけどその人たちから言われたことを人から言われたらこんなわがままそうな男でも聞くたちなんでですよ <laughs> でもよもく喧嘩しますよね。<laughs> よよあのあれでしょ <laughs> 某外務省で机の上に乗っかったり机ひっくり返したりしてね。 下の伊藤先生だけですよねいやいや、その具体的な行動はちょっと忘れたんですけど、いやなんかね、なんか、いろんな人がいるから、アーティストに対して上から目線で言う人っているんですよね、こんな機会を与えたとか、こういう、なんか、それは国のお金なのに。 だからちょっとその姿勢を正してあ,のあなたたちは芸術家の先生たちに仕事をしていただいているんだからそういう姿勢はいけないしあと男女の差別もつけちゃいけないし国籍の差別もつけちゃいけませんよっていう話をしてこの人、本当にもう今謝らなきゃいけないんですけど国から出るはずの ベネチアヴィネネイル、日本間の予算何千万かはいらないって言っちゃったんですよ。そうでしたっけ<笑><笑>いりませんと、えー、そうだったけどそしたら、うんえー、ひどいんですよ、もっとひどいのは、ま、これ、なんか YouTube に載っかるらしいんですけどでも、まあどうせ存在自体がそうだから構わないんですけどその僕もそうだったんだけど千住さんもニューヨークからファックスを送りつけててこういうことしたら汚職じゃないかとかも言ったんですよ。うん でそれぐらい、まあ、分かりにくいコンセプトでもあったんでしょうけども批判もされてたんですよ。でそれに付き合わせたっていうのは本当に自分でも悪かったなと思ってるんですけどただ僕は日本人に日本の素晴らしさ日本という国がいかにその全ての文化を許容してその偏見なナショナリティにとらわれないその多様性を重んじてそ,のそれから生み出された 素晴らしい懐の深い芸術を持ってるってことを芸術家を持ってるってことを知らしめたかっただけなんですけど当時は茶の湯って言っただけで国粹主義者とかなんとか言われた時代だったんでそれにあの、うん、今だから言えるんですけど <laughs> 明日隈研吾さんと福岡で。 対談もあるんんですけど、みんなに悪かったと思ってます、<laughs> 本当に。ただその外務省の机の上に乗らなかったけど机叩いたたぐらいはしましま、ね、<laughs> 僕たちがベネチア出した時っていうのはまだその戦後何十年かしか経ってなくて結局日本とか日の丸とか君が代っていうことがどう付き合っていいのかその戦後の日本人たちがとても混乱していた時代だったんですね。 でそういう時代例えば茶の湯であるとか日本画であるとかまた生け花とかあ、まあ、あのお茶の世界とかっていうことに対してあのどういう位置を取ったらいいのかっていうことをやっぱりあの批評家たちも本当に混乱してる時代だったんですだから僕はいろんな新聞に例えば日本画ということは日の丸君がえと同じような発想だというふうに書かれたこともあるし。 えー、戦場の出品は絶対反対だと某大新聞に書かれたこともあるしそれはあの国粋主義的な発想だと言われたこともあります日本画が海外に出るなどということはまさに国粋主義の復活だと書かれたそういうふうに書いた大新聞もありました、まあ、そういう時代だったんですよだそういう時代やっぱり伊藤先生のような非常に強い国際的なあのインターナショナルなもう根本的なものを持っている 本当の文化人っていうものが声を大にしてねえこうやって日本の文化例えばお茶の世界であるとか日本画っていうものをもう全面的にこれが日本だと言って押し出していくっていうのはものすごい勇気のいる時代だったしで結局それで僕らがベネチアで賞を取ったりいろいろした時も本当は日本の新聞がそれを後ろから応援したり褒めてくれたりするのが当たり前であるのにもかかわらず。 某大新聞はこれは風呂屋のペンキ絵だと僕の絵のことを書いたしうんなんかそんなこといろいろ書かれ言われたりしましたよね会場が暗いと結局絵というのは明るいところで見るもんだとこんなものはトリッキーだと書いた某大新聞もありますよねとにかく日本的なものっていうのは憎くてしょうがなかったんですよ批評家たち新聞記者たちからねそういう時代だったんですよそういうい中で僕たちのリーダーダとして あのそんな時代じゃないんだよとそういうことではないんだよと茶の湯というのはピースメイキングプロセスなんだよとそういうことを声を大にしたのが伊藤二さんなんなですよだからこうやって一緒にある大きな、ね、山を越えることができてあ,ある時代を一つやっぱり、まあ、作ると言ったら大げさだけれども何かそういうことの変わり目に僕たちは関わりましたよね。 そうですねあの,その時にすごい叩かれたんですよ、本当にね、あので人生で初めて十円玉ハげってのができたんですけど、<laughs> っていうのは、それで反論かけ、反論かけって、ま,あ、また膨大新聞から、まあ、別の膨大新聞から言ってくるんですけど、反論かけようがないんですよね、なんでかっていうと、反論かけないですよって、なぜなら、それまだ作ってないんだから、そういうことができるかどうかもわからないじゃないですか。その 特殊な展覧会だから、でその時に高階修次先生がその非常に支持してくださって、えー、新聞にある新聞にあの反論を書いてくださったんです。その時のそのあれがね、ある時岡倉天心にあの えー、明治時代にロンドンじゃなくてパリから、まあ、ロンドンに赴、えー、任する人から、えー、行く人から、えー、相談を受け,受けた話が書いてあってその,たその時岡倉天心が、えー、その人から着物で行った方がいいか洋服で行った方がいいか相談されて言った言葉が。 君が英語をよく話すなら、えー、洋服で行きなさい。英語をよくしゃべる,しゃべるなら和服で行きなさい,でい,なさいで。日本語しか話せないなら着物で行きなさい。日本語しかしゃべれないなら洋服で行きなさい。<laughs> と言ったと。うん、でそう、やっぱ僕の方が。 四つも年上だから、ちょっとやっぱり、いやまだ若いよ、<laughs> もう一回整理してみますと、ね、そうす英語ができるならば、着物で行って、これが日本だということを説明しなさいと、ねそうですね、で英語ができないならば、着物を着て、じゃあ、英語ができないならば、<laughs> 英語ができないならば、洋服を着て行って、あの、 すごくねそれは素晴らしい、ねあのー、僕たち毎日一緒にご飯食べてたんですよ2か月ぐらいの間<う>その5人でずっと、ね、ずっとそれで一緒に一緒にご飯作って食べてでお金がもう全部欠点なんかに使い果たしてたさっきの私のせいで <laughs> それを5人前ぐらいのカレールーを20人分ぐらい伸ばしてスタッフで全部食べて。 そ, <laughs> でそのボランティアやってた普通の人たちからあのも文も作ってたわけですよ、ね。そしたら一人は土田君っていう先祖さんが可愛がってるベネチアの,あの素晴らしいガラス作家で,、ね、で一人は三島さんっていうガラス作家になったベネチアの,チアの,あのだからそういう通訳のボランティアだったまた手伝いのボランティアだった普通の人が。 今をときめくアーティストになってる、ね、すですすごい門前の小僧を、今日読むっていうことにもつながるんだけどもやっぱりアートっていうのはね、ヨゼフ・ボイスも言ってますけどね、アートって啓蒙なんですよ自分もアーティストだってことをみんな、ね、思い出すんですね人間ってみんなアーティストなんですよ最初から子どもたちみんなアーティストなんですねそのこといろんなことで忘れてるんですでもアーティストたちに触れることによってみんな自分が実はアーティストだったってことを思い出すんですね僕たち何もやってないんですよ。だから あの土田さんも三島さんも素晴らしいガラス作家だったんですよ、最初から実は忘れてたんです、彼らはそのことそうなったんですね、そんなふうにそのことを思い出してきたっていうそれが本当の芸術の凄みかなと僕は思いましたけどねまあでも今考えると本当にそういう意味ではその濃すぎる1ヶ月というか <laughs> 2ヶ月。本当にあのその なんか日比野んと先生さんもいたと思うんだけどなんかみんなも泥んこになって仕事してたんですね、そしたら泥んこになって仕事してて、ででレストラン入ろうとしたら小綺麗なあな断られたんですよね、断られてそ日比野君が言ったのが、父さん、僕らも日本に帰って。 六本木あたりじゃ大事にされるんですよね <laughs> とかって言って <laughs> <laughs> それ以上に今でも残ってて本当にそれでなんか、えー、一,人一人飲み放題もついて1500円とかっていうところを見つけてそれでそれをあのずっと毎日なんか通ってたりしてそしたそこに最国境とか北京オリンピックの <laughs> みんないましたからね。 でもそういうい、ね、共同体というのを一種こう経験,したら経験したことがその後非常にためになったような気もしますよね、だからそのアーティストに三島律子さんと土田三島律恵さんあ律ささんんごめんなが <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> あの素晴らしいアーティストなんでぜひあの、土田さんも今もそうですねもう素晴らしい作家たちで,、うん、ですよね。ということで、<laughs> はいえっ、ー、と実は ジジャャスストトななおお時間を今頂戴してて90分になっております、えー、と先ほど私始まる先生方をお越しになる前に今日はあの会場の皆さんが熱い視線を送ってくださったら先生方はさらにお答えになってくださるというふうにお願いをしておりましたら今日はとてももう皆さんのすごい熱気が私は両方からも感じることができたんですけれども。 何かやはり一言言って質問とあり方がもしもいらっしゃったら挙手お願いできますでしょうかどんなことでも結構ですよあのくだらない質問ってありませんからあるのはくだらない答えですからそうならないように <laughs> <laughs> 注意しますそれでは自信やく <laughs> 質問ならなくても何か何か、はい、どうぞ今日はありがとうございますありがとうございます 大口と申しししまますすよろしくお願い今日初めて千住先生の絵を生で見ることができてとても嬉しかったんですけどもありがとうございますあのすみませんちょっとあの違う絵の話をしていいかどうかちょっと、はい、ぞたんで,ですけど「フラットウォーター」っていう絵も初めて見たんですけど、はい、なんかものすごく力を感じるというかパワーを感じるというか。はい ってちょっと固まってしまったんですけど、はい、ありがとうございますその絵を描いた場所について先生に口からと、はい、フラットウォーターという作品にあのとてもご興味をいただいたというそういうあお話でございますが実はあの作品を見て伊藤先生が僕をベネチアに選んでくださったまさにその,その作品なんですねあれはハワイのキラウエア火山、うん 今まさに噴火をしてきて大変なことになっているのでテレビでもご覧になっている方多いと思いますけれどもまさにあれはキラウエア火山が海に流れ込んで全く地図にもない新しい形ができてきているいこれはハワイ島の日常なんですけれどもあの僕はそれを見てあこれは46億年前の地球の風景だなと思ったんですね。 でその時にやっぱり現代アートとかやっぱり現代アートといってもそのペインティングというよりもなんかコンセプチュアルアートとか映像とかいろいろな新しい表現が出てきてその絵画というのはもう時代遅れであってその現代的な表現には適さないというようなことをまことしやかに言う評論家たちも割と多い時代だったんですそういう時代に僕はあの風景を見て目の前に46億年前の風景があると。 しかし同時にこれは今の最も新しい風景だとだからもしこれがちゃんと描くことができたらこの絵の中には46億年の時間というものを封じ込めることができるだろうとで僕はそう思ったんですでそれが僕が具体的に本当に「具象絵画」というものにきちんと目が開いた瞬間だったんですあの,あのハワイの溶岩が流れ落ちるまだ名前もない場所ですでそあの場所は多分 新しい噴火で全部もうもはやなくなってしまっている場所なんだと思いますけれどもあ,あのもう名もない溶岩の塊その黒い色は天然の岩絵の具で描きまして岩絵の具とは天然の岩でつまり天然の岩を描いたということなんですがあの要するに46億年前のことを考えてみるとここから全てが始まったつまり最も豊かな大地であると思うんですね。そこに一番最初はシダ植物が生えて そしてその後全ての植物が生えてもちろんその中では水がある日突然変異をしてその中に生命が生まれて海というものになっていくという大きな水たまりがあるというそういう46億年前の状況ですよね。もっとも36億年前に巨大なまた隕石がぶつかって水は一旦全部干上がってしまうみたいなんですけどもまあいずれにしてもとにかくその時にそういう最も豊かな黒い黒色の溶岩というもの その溶岩も元を正せば46億年前その前宇宙からどっか飛んできているわけですからとんでもない古い時間を経て宇宙をさまよっていた何かを僕が目の前にこうやって見てるんだという。 うーまあ、なんつうんでしょうかこれどうしても描きたいと思うあの風景との出会いだったんですでそれをあの屏風にしましたで屏風っていう形は日本古来の,その絵の形と思われますが実は日本古来じゃなくてもっと古くはポルトガルだったりするんですけれどもあのギザギザの平面の形で平面で立体を表す、まあ、日本のというかまあ古いポルトガルあたりからの,そのまあ,ある一つの立体の捉え方なんだろうなと思いました。 それでああいうその古い溶岩の風景を描くということに何か本当に洋の東西を越えていったりその46億年という時代を時間,時間の差もそういうバウンダリー境界線も全て越えていくことができるんじゃないかと思ったんですね洋の東西を越えて時間を越えてつまり時間と空間ということを宇宙っていうんですねあの中国語で宇宙の「宇」っていうのは空間のことで「中」っていうのは時間のことでつまり 時間と空間を描くことができれば偶像絵画には未来があると僕はその時にあの信じたんですそうやって書いてアメリカで初めて発表した僕のアメリカのデビューの作品なんです本当にありがとうございますとても思い入れのある作品でございますありがとうございましたもう一方いかがですか、はい、大丈夫ということであればどうぞどうぞ、はいあはい、どうぞじゃあ 本日は面白い話ありがとうございます。今週はえっと大学院で美術史の勉強をしております。アリスと言います。よろしくお願いします。えっと、私はあの卒業論文で、あの戦後のあの国際美術展について、日本がどうやって海外に作品をこうアピールしていったかっていうことについて調べていたんですけど、えっと本日の話で、あの戦時先生がおっしゃったように、その現在。 というか日本の文化美術というのがそのいろんな文化をその教養教養というか吸収してあの受け入れる文化だっていうふうにおっしゃっていたのがとても興味深くてあのそこにその日本の良さとか日本の文化っていうのの良さをこう世界に発信していくその本質というかそういうものがあるっていうふうに私は感じたんですけど今の現代の美術の動向という日本の 美術の動向としてその若い人たちの制作などをご覧になっていてあのそのようなその日本の文化っていう良さの本質っていうのをあの感じ取っている若い人たちとかがあのどれくらいいるのかっていうのがちょっと気になってでそれをあの若い人たちに理,理解していくためにはどういうことが必要かっていうのあの気になって。 あのご質問させていただきますこれは本当に伊藤先生がお話をねしていただきたい僕も聞きたいんだけど僕一言だけ最初に言わせてください。あの日本っていう国はですねあの日本の風土っていうことをよく考えていただいたら分かるんですが西から東にシルクロードの道とかまたは海の道を通して全世界の文化文物ってものが流れ着いてきたわけです。でご存知の通り日本の東は海ですからそれ以上外には 動かないですよねつまり世界が西から東にシルクロードとか海の道とか潮の道とかさまざまな道を通してまたはまあ仏教を通してということもありますけれども日本といいいう国に長い時間をかけけててたたたどり着いてたまったわけですそして長い時間をかけてそのたまったものがお互い調和をして仲良くやっていくしかなかったわけですよだってそこより東は太平洋ですからその中で和という考え方が生まれたんです。 和という考え方は何かといったら戦術名ば調和ということです異質なものの調和ということですでこれが日本文化の大きな特徴ですですから和風スパゲッティといえばスパゲッティの上に納豆が乗ってるんですねこんなことはありえないってでカレーカツカレーといったら、ね、イタリア生まれのカツがインド生まれのカレーと一緒にご飯の上に乗っかってるこれが和なんです異質な世界が ある約束ごとに基づいて調和しているこれが和というものの発想なんですつまり日本の中には世界があるそして世界の中には日本があるそういうことなんですね、そういうことを前提にしてこの生まれた国にはいわゆるクラシックジャパンという文化というものがあるわけですそれは例えば京都でありそして例えば金沢もそうかもしれませんお茶でありそして日本のその古い文化あの非常に歴史のある文化のことです 一方でク,あのクールジャパンというのがあるんですクールジャパンというのは最近のいわゆる何つうんでしょうかねもうそもそものクールジャパンというのは、えー、全部基本的にはメイディン USA のものなんです一番最初クールジャパンと言われた頃クールジャパンって何させたかって言ったら野球とかアニメとか漫画なんですねこれ全部メイディン USA なんですそれが日本という改造工場に来て戦後ね そしてそこで高度にチューンアップされてアメリカに戻ったものがものすごく高度なものとなってアメリカに戻ったものがクール,じゃクール,クールだなと言われたこれがクールジャパンなんです若い人たちが特に日本まあそあの広く見ればね伊藤先生も詳しいそのフランスなんかもそうかもしれませんがクールジャパンということに対しての確かに興味を持つ人はとても多いと思いますしかし今世界の本当に多くの人が日本に来るのは やっぱり奈良に行き京都に行きそして日本の世界遺産である和紙というものを見たりそして日本料理っていうものの真相をやっぱり楽しんだりっていうことがやっぱり圧倒的なんですよ世界の中で。やはり日本と言われた時にこの日本の長い歴史をかけてこの国で和というそういう発想法が生まれてこの国には世界の仏像の最も優れたものが全部日本に流れ着いてきていると言っても過言じゃないんです。 日本にはガンダーラの仏像もあればインドの仏像もあれば中国の仏像もあれば韓国の仏像もあるんですね。全部日本に残ったんですねそこういうところを世界の本当に文化をよく見てる人たちはよく知っているからそういうものを見に来るには日本に来るしかないんですね。でそういういことの中で今僕たちは あの文化を作ってるっていうの,のの中で僕はいいろろ考えてるんですですもその一方でクールジャパンっていうことに対して非常にその好意的に考える視線というのもあると思いますでもそれはあの伊藤先生なんかはやっぱり、ね、新しい文化っていうことでクールジャパンなんというものをとてもあのに啓蒙していく立場だったと思うのでちょっとその辺は伊藤先生どうですかねクールジャパンとか。 今ちょうどパリで日本政府がジャポニズムっていうあのイベントをやってますね、まあ、あの安倍さん声がかりのでんしかしその,そのジャポニズムのまあ僕パリ日本文化会館っていうのを作った時のコミッションーやった関係で今でもその運営委員とかやってるんですがあの、まあ、それを投資に受ける立場にあるんですけどそういったのは その物に手っ取り早く落とし込むなという落とし込むんじゃないんじゃないかなみたいな話をしてやっぱ哲学っていうかその時の,その日本,の,その,日本人の日本人のどこに魅力を感じたかっていうことをもっと知ってほしいとえつまりそのえ日本の例えば「家系文」のようなもしくは菊谷のような色彩だとかそういうことを。 だけじゃなくて例えば浮世絵という、えー、独特な表現だけじゃなくてですねその背景にあるその先ほどから話している多様性の認識とかですねあと大衆感ですね例えばそば1杯と同じ値段の浮世絵をそんな素晴らしい芸術がこんなに作られるなんてと思ってその複製技術も含めてですね そういうい大衆ととにある芸術の在り方とか例えばその,そのために技術開発をしたりとかそ,そしてそのなんていうんですかねあの特にジャポニズムの時はこの高岡同期っていうのがすごく注目されたんですけどもね。 でそのチームプレーで作る芸術っていうか攻防性で作る芸術っていうか、まあ、そういう例えば鍋島もそうですよね、まあ、そういうあり方っても,もともと、えー、中世の、えー、ヨーロッパにはあったんですがで、えー、みんな個別化していってそのさっき千住さんが言ってたつながりというものが薄くなって文化と文化のつながりも個別的になってきて。 というようなことをその、えー、時代になってしまったから、そういう集団政策というもののこう、それ日本は鎖国時代がずっと残ったんですよね。だからそういうそういうこう西洋は違った日本を見つけたんじゃなくて、自分の持ってたけど忘れちゃったものを発見したところもあるわけなんですよ。 だから日本,がいい日本だけがいいということじゃなくて先ほどからその先生さんが言われているようにいろんなものを疑問もなく受け入れて受け入れた中で、その中で来る矛盾を解決していきながら1つにした日本という結果を見てほしいと僕なんか思うんですよね。だかららうちちののの学生たちにはは今活動としてやらせてやいるのはあの 時代を問わない活動ですね <laughs> 例えば、えー、新しくセンターを作ってそこで一緒にやってるのはクローン文化財っていうのをやってますけども、えー、いわゆるホールジュの、まあ、僕が一番手がけたのはホールジュの釈迦さん尊像尊 NHK でビデオも作ってくれましたけど釈迦さん尊像尊尊を今の,今のハ,イテクでハイテクで完全に再現できるのかという時に 3D プリンティングまで、えー、芸大でやってそれから鋳物鋳造もできるんですけど それだと意味がないんでそれこそ歴史が抜けちゃうんで高岡にお願いして高岡市にお願いしてゼロから作って新しい釈迦三尊像を作ったその釈迦三尊像の1300年前の姿を作ったわけですよねで1300年前の像はピカピカだからところが国宝になっているのは今の状態で国宝になっているわけだから1300年間年を取らせなきゃいけないんですよ で何ヶ月かで今度芸大に持ってきて1300年の年を取らせたんですよねそうするとそれ全部学生たちが一生懸命参加してやるわけですよそうすると1000年,年なんて大したことないわと思うわけですよね時間から自由になるってこと大事だと思います自分がこの時代に何かを作んなきゃってこの時代に合わせて何かを作んなきゃっていうことが今の現代美術を苦しくさせてるとだから一発芸みたいになったりとか先生が言うようにね なんかその例えば奇抜なものを、えー、だけど奇抜なものが全部悪いわけじゃなくてそこに時間が詰まってるかということなんですよねうんその奇抜なことを恐れてたら何も新しいことはできないけどそこに時間が詰まってるか例えば千住さんの絵が初めて見てそのこれは日本画じゃないって言った人たちは 先生の絵の中の時間が見れなかったっていうだけの話で普通に絵が好きで大好きでそのどんな絵も好きで例えば現代美術が好きでモナ・リザ嫌いっていうの僕は恥かいたんですよ、正直今言えば本当話は長くなるんですけどパリで学生時代過ごしている時にそのまあなんか変に可愛がられてたんでなんか有名なアーチたちが集まるサロンみたいなのがあってそこでみんな飲みながらぐだぐだ話してるんですよ。 である時なんかモナ・レザの話になってまあ現代美術の作家とか有名な映画監督とかそういういううキレキレの人たちだからここでモナ・レザがいいって言ったらなんかバカにされるんじゃないかと思ったんですよそれでそれでいやまあまあだねって言ったんですよ <laughs> そしたらうーんとか言ってそしたらその女の人がじゃあ火曜日にルーブルにいらっしゃいって言われたんですよでルーブルに行ったら 休みなんですよそ、ね、したらそのでその女の人が出てきて「今日休みなんですよね」って言ったら「もうーんいいのよ」とかって言ってその人がルーブルの部長さんだったんですよねそれ,それでしかもモナ・リザ担当の <laughs> そ,れそれでそれでで、モナ・リザの部屋に連れて行かれてこっちはもう若っ端の真っ赤っかでで,でその頃はガラスケースに入ってない モナリザがあったんですよ好きなだけここにいてくださいとそれで1時間半ぐらいじーっとモナ・リザと2人きりだったんですよそしたらなんか怖くなってきてモナ・リザが本当にそに割れ目もいっぱい見えるんだけどその奥から出てくる像の,の怖さみたいなものが本当に震えたんですよそれで そ,のそれからなんか現代美術という一般的な表現が揺らいできたというか何百年も前後の僕が感動してるんだからこの絵は現代美術に違いないというようなとんでもない考えを持つようになったんですよねでその人が帰ってきましたどうだった順次みたいな話何も言いません素晴らしいです本当素晴らしい。 そしたらその人はもっと素晴らしいものがあるって言って連れてかれたんですよねずっと階段登ってどうするんだろうと思ったらルーブルの上に屋上があるんですよこう昔の宮殿だからこう,さんこういう円形のもとでその時ものすごい青空が広がってたんですよそれでパリの街があったんですよこれが一番のルーブルよってというんで その経験は長崎県美術館の,長崎県美術館の屋上に来て、熊さんに何でもない屋上を作ってもらって、長崎のきれいな街が見えるようになってるんです、素晴らしい。マハとも二人気になさせていただきました、スペインでちょ取っ,ったとに。だからね、千住さんの展覧会は混むと思いますよ。 本当にあままあさっきもたくさん人がいらっしゃったし多分動員記録を作るんじゃないかと思いますが人がいない時にじっと見て千住さんの絵の中にある時間を感じてほしいと思いますありがとうございますこの人は絵に紳士だけじゃなくてその絵の歴史に対してもものすごく真面目な方なんですよだからそのあのあ滝の変な言い方だけど滝の行間の中をじっと見つめると その時間が出てくると思います僕もさっき改めて感じましただその濃淡の中にまたその画材の使い方の中にあのそれこそにかわの伸び方の一つ一つの中にものすごい時間が迫ってるでこれはもう本当にあの改めて簡単にしましたおめでとうございますどうもありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたそれではあの とても心から尊敬できるお二人の先生にあのとてもいい時間をいただきまして本当にあの私が代表して皆さんの気持ちを代表してあの感謝を述べたいと思います本当にありがとうございました皆様拍手でどうぞお願いします。<laughs> はい